はい、まずはそこから減るの、はい、途中から編入生のソーラさんが先に理解しちゃったじゃないか。すいません、しっかりして、しっかりしてよ。で、この出来上がったロケット花火取っちゃっていいです。はい。で、これを何、地面に右クリックで打ち上げるんですか。下げちゃう。はい、そうです。これはあれ、ラグありますか。なんかそのシューっていう、ピュー、からシュー、そうですね、置いた瞬間いっちゃうですね、ほぼ置いた瞬間、ほぼ。で、離れてみたいのであれば、はいはいはい、ディスペンサー等で打ち上げ装置を通路を作って、スイッチオンにしてディスペンサーからパシャッ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 と。そうですね、そうするとこう遠くから自分が作った花火を、あー、なるほど、なるほど。とりあえず試しに、だから普通にここの下にやってみます。これ花火2つ入れられるけど、え、そうなの？あ？そうなんだ、すごい。二連になるんだ。何？クミさん。すごい。クミさん。え、どういうこと？火薬。え、嘘。二連花火ってことですか？私もそうなったよ。あ、ほんとだ。三連もできるらしいですよ。マジで？すごい。あ、本当だ、二つできた。へえ。へえ。おお。ナイス、クミさん。すごい。グッジョブ。なんて。ふ。笑っております。不敵な笑みですね。で、あの適当に出来上がった人勝手にもうあの置いちゃっていいですよ。夜じゃなくていいんですか。夜まで待ちますか。待ちましょうか。じゃあ夜までなんか誰かの悪口で時間潰してましょう。ガガガガ星型。わた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 。おお、上に。あ、星。おー、本当だ。おー、すごい綺麗。へえ。すっげえ。そうなんだ。見た今空さん。すげー、最初の見そびれちゃって。見そびれちゃった。今の見ました。すげえすげえすげえ。ちっちゃいのもあんま高く上げたらあれですね、飛翔時間短い方がいい。へえ、みんなで上げたらいいさ、上げたらいいさ。上げよう、上げよう、上げます。今せっかく作ったの。クミさん花火持ってる？オッケーオッケーオッケー、上げよう上げよう。ちょっと遠くで見たい。あ、いた。あ、ちょっと待って待って待って。お、結構高い。お、すごい、本当に花火だね。お、あ、紫一色とかもいいかもね。へー、すごいすごいすごい。おすごい。あ、あれ2連か今の。今の、あ、でも飛翔時間2ぐらいがちょうどいいかもしんないですね。なんで今土星みたいな。飛翔時間2ぐらいがクリーパー。クリーパー今の。クリーパー見たい。あ、見たい。あ、クリーパー本当だ。方向が違うよ。クリーパー本当だ。でもクリーパー本当真正面から見ないとわかんないんだな。へー、そうなん。あ、真緑、緑一色。あ、真緑きれい。あ、一色でも綺麗ですね。一色綺麗ですね。あ、鳥ちゃん今一色投げたの。はい、あ、いいじゃん、センスが。へー、ありがとうございます。おおおと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 。じゃあ続々と行きますか。はい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 。職人さんですか。花火職人。花火職人。綺麗。クミさんが言ってた連発のやつは。あ、連発のやつクミさん渡してくれば。足も上げてきていい？どうぞどうぞどうぞ。五連にした。五連にした。すごい。クミ、ね、さんすごい。それは。いい土地。ときたい。あ、そうなの、いいよ。あ、空が知らんで、雨降ってきた。雨が、しけちゃう、しけちゃう。あ、なんかそれ、なんかの形やったよ、今。これなんだ、最後向きがランダムなんだ。あ、クリーパー、雷落ちた。近くに雷落ちた。あ、そうだね、飛翔時間3まで行かないぐらいがいいですね。2ぐらいが、2ぐらいがちょうどいいですね。思った、本当だ。丸い方がいいや。
クリーパー見えませんもん。うん。本当だ。で、2連いきます。はい。はい。はい。2連。おぉ、綺麗だ。うちと中になるんだ。なるほどね。うわー、カメラが。すごい、長い。負けません。クリーパー側を。ほい。正面で見たい。いやー、横向いた。最後向き変わるのランダムだ。楽しい。2連ってあれだね、うちと外でなんか混ざる。なるほどなるほど。じゃあそれを踏まえた上で、じゃあ皆さんで本番作りますか。作ります。そうですね、有志作りましょう。はい。今のはリハーサル。リハーサルです。クミさんの5連とか5色入ってるってことですか。クミの5連ってあげるとどうなの。色すごい混ざるってことね。ちょっとトークあげない。的みたいになること。全種入れた。横張り花。クミさんあれでしょ、ビュッフェとか行くと全部取るでしょ。食べきれないくせに、うんとか、うんとか。ダメで、もったいないから食べきれる量だけ取ってあげて。いて。激しくうなずいております。あ、すげえ、最高。ちょっとこれあげてもらっていい？いい？じゃあ、ちょっと。誰か。じゃあ、クミさんお願いします。五連。右クリック、地面に、地面に右クリック。もったいぶるね。いた、来た、いた、高い高い。え、どこ？おお、綺麗だね。五連は五連でやっぱり。すごいカラフルな。複雑な色になってる。これやっぱ方向見る方向で違ったんですね。全然見えなかった。全然見えなかった？うん。あれを大玉とかはできないんですか？あれが多分大玉なんじゃないですか。大きさ多分大玉ですよ。今のが大玉なん。あの距離で大きく分かったから。飛翔時間2ぐらいがいい、ね。2ぐらいがちょうどいいね。で、多分ソーラがここにいて見れなかったっていうことは、じゃあこの距離だとあんまり分かんないんだ。もうちょっと近づかないと。なんでそんな嫌がささる。一人花火作る騒ぎじゃない方がいますけど。ダイヤモンド使うわ。みんなハマってるな。うん。楽しいね、これ。うん。熱心ですね。これ下がどうなんだ。どうにもならない。大、なんでそんな悲しいこと言う。流星。それロックマンの話だろ。違いますよ。あ、できた。え、何これ。大玉黄色流星。ロックマンの話でしょ、それ。ロックマンじゃ、流星は面白くないっすよ、多分。それカプコの人に怒られるから、そういうことにやめて。カットで。カットでね。お、いい感じじゃないの、船。すごい。うん、すごい。いい感じ？なんかこの開けた空間がなんか。よかった。え、マジでいいね。うん、完全に最初から最後までソーラさんに任せっきりの船作りでしたけど、これで完全に港町になったね。この船の名前はなんだっけ。この前はピンクパール号だったけど、ピンクパール号だから何。今度は何。今度はじゃあブルーダイ、ブルーダイヤン号なんだ。ブルーダイヤン号。ああ、宝石つながりでね。サントアンヌ号にしよう。いいんすかそれ。え、すごい安直。もうブンブン丸でいいんじゃない。ブンブン丸でいい。あ、ブンブン丸いいですねそれ。いやだ、それだ、ファミ通の、ファミ通の編集者でしょそれ。サントアンヌ号でいいんじゃない。サントアンヌ号いいんすか。サントアンヌ号だったらちょっと見えないところにトラクターを知ってる？トラクターって波乗りのポケモンを輸入してくるといけるって。こうと、ちょっと俺が私です。このオッケー、いい。あれ、あれやっちゃったね。危ない。え、やってもった。薪があったけん。俺の花火。父さんのは中にあります。え、あ、自分の。そう、自分の。木に当たって今ここで爆発したってことですね。そう、やってもうた。だから言ったじゃん、花火持ってクリックすると危ないって。やってもうた。だから言ったじゃないのよ。
天井が貫通せんのやね。せんのやね。そうやねんな。せやから上げるとき注意したってや。なんか変な。変です。腹立つわ。ネイキッドな発音ですよ。違いますわ。ネイキッドじゃねえや。ネイキッドじゃねえ。ネイキュア。裸ですか。裸、生まれたてほやほやの発音ですよっていうことだよね、ネイキッドって。そうです。じゃあ行きますよ。おい。あれ、後座いる？あ、俺、東大から見てみようかと思って。何嘘、どこにいる？え、どこどこ、アトさん。あ、いたいたいた、ほんとだ。白だから。高いところに。アトさん、前回と同じように落ちなくていいですからね。あ、大丈夫です。誰かに落ちられない限りは。ほんとによ。じゃあ、アトさん、どうぞ。一人ずつ行っていいんですか？はい、どうぞ。いきます、一発目。おー。オレンジ。オレンジ。オレンジ。シンプル。おー、パンプキン。セコンダ。あ、色変わった。色変わったね。おぉ。甘やん。欲しい。欲しい。星型だ。へぇー。あ、キラキラー。おぉ、大玉。大玉。最後、大玉で締めんのいいね。あ、いいですよ。サクサクいってください。じゃあ、自分いきます。空が白んでいきました。いいですか？はい、いいです。はい。これ何？あれ、羽から。広がるタイプのやつだ。絶対耳やられたでしょ、その低さって。あ、何その形。欲しい。すごいね。綺麗な感じだったね。早くさ、なんでそんなに低空を攻めるの？空明るい。ちょっとそろそろ。全然見えん。ちょっと待ってくださいね。うん、で、今やった感想的には、ポンポン上げちゃうぐらいがちょうどいいかと。もう連続ですか、はい、連続でやるときはその土の台の右左右左の端からやるとかぶんないかなと思います。なるほどなるほど。じゃあ翔さんとアイクさん並んどって終わったら次の日が取りに行けばいいんですね。ポンポコポンポコやっちゃうぐらいが。はい。うん。連続でみたいな。じゃあもうな3人並んでポンポンポンと上げていって。いいじゃん。もう誰のでもよくなってきちゃったね、もう。ですよね。どんどん上げたればみたいな。ちなみに俺、ヨッピーさんの、あ、もう全部回収しますよ、箱の中。全部回収しちゃっていいんじゃないかな。はいはいはい。だから続々と行きますよ。ちょっとさ、わっちのあの名前が長いやつあるじゃん。すごい長いやつ。すごい長いやつあるそれ。はい。それだけ最後に。いや、それ、いやいや、それ多分失敗作だと思うから。すごい色だ。もう持てん、俺。6発入れた、それ。他持つ。ちょっとそれいい。の質感も入ってるし。1個先に上げてみて、そのワッチの名前の長いやつ。あ、今、いいですか？うん、やってみて。はい、赤しか入れてない。いきます。はい。どんな感じになるの？おぉ、いい感じっす。なんか、黒くない？血しぶきない？ね、なんか。うん。全部取れた？あ、取った、取った。はい、じゃあ、お願いします。はい、今度行っちゃって。はい、詳細。あ、待って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 。行くよ。俺から行くよ。はい。順番でポンポンやっていってよ。はい、拠点、うん、拠点村、町完成記念花火大会。おおおお、あ、なんかそれっぽい、それっぽい、それっぽい。それっぽいよ。花火大会。すごい。あ、匠の顔。おお。あ、匠の顔。すげえ。あ、いいね、いいね。それっぽい。花火大会だ。星型。最後？これ最後。へえ。だああ、いいねー。おー、終わりー。なんか感動した。そして雨。雨多いよ。そして雨である。これである。いやー、皆さんお疲れ様です、村作り。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。花火師の方もお疲れ様です。はい。さあ。いや、いい村ができました。あーすごい。あとさん、灯台から見えた？見えましたよ。へぇー。横から見たかったんで。あー、なるほどね。見上げるより。横から見る花火も綺麗でした。なるほど。はい、じゃあ、港町ができたんで、今日の動画はこれで終わります。はい。また、間違いから新章突入と。別のことをやります。お疲れ様でしたー。お疲れ様でしたー。お疲れ様でしたー。じゃん、バッチリ。